ランス TV をご覧の皆様、あなたのおしっこの色は何色ですか？こんにちは。こんにちは。井上です。小島です。最近おしっこをするんですよ。今までしたことないです。そんなことないんですけど、おしっこのね、やっぱ、はい、僕たちほらおしっこの色でいろいろこう変わるじゃないですか。はい。匂いだったり、はいはいはい、色味だったりで、はい、現在のこの体の状況っていうのが分かるじゃないですか。そうですね。それをね、ぜひね、皆さんにもお伝えして、あー、なるほど、ね、今朝のおしっこの色は何色だったのか、はい、そしてその色で体に何が起きてるのかを簡単にね、分かっていただきましょう。わかりました。尿の色っていうのが内臓器の健康を表すパロメーターですからね。そうですよね、はい、おしっこなんてね、透明ならいいのかとか、色っぽいと健康に良くないのかとか、はいはいはい、なんとなくじゃん。はい、だからそれをこう伝え、さっとさっといきましょう。いきますか。いきましょう。はい、まず正常な状態、最も健康的な色っていうのが薄い黄色。ほう、はい、で、黄色が濃い、もしくはちょっとこう茶色っぽい感じ、はいはいはい、までいってしまってる状態っていうのが、はい、体の水分量が足りてない人なんですよね。はい、普通に水分足りてないくらいだと濃い黄色なんですけど、うん、もう脱水までいってるとオレンジとか茶色とかっていう濃い色にどんどんなっていく。トライアスロンとか、はいはいはい、僕のお客さんにトライアスロンやってる人がいるんだけど、はい、もうトライアスロンで終わった時におしっこが出ないとダメなの。要はその水分を補給しなくちゃいけないじゃん。でも水分補給を間に合ってないと終わった後のおしっこが出ないんだ。そうすると結果何が出るかっていうと血尿が出ちゃう。そうだから水分不足っていうね状態は最終的には赤くなるよっていう。ああ、そうですね、はいはい、まあ、こういう水分不足の人っていうのが、飲んでるよっていう人は、うん、に関しては小腸が基本水分の吸収ってやってくれるので、この小腸の働きが悪くって水分が吸収できない体になってしまってる、体質になってしまってる、うん、可能性が結構高いですね。なるほど、はい、まあ、小腸のこう活性化するやり方っていうのは後ほどご紹介していくので、はい、先にちょっと他のものも話していこうかなと思います、はいはい、今度がですね、赤褐色っていう感じの色になってくるんですけど、はいはい、茶色よりもちょっと赤みがかってたりとか。なるほど。色で言うと満月が変な色の時のやつだね。満月が変な色。この世の終わりじゃねえかっていう時の月の色ない？ああ、ありますね。あれでしょ。あれ、そうです。そんぐらいちょっとこう赤黄色いみたいな感じだよね。はい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 、この赤褐色の尿が出る時っていうのは、うん、腎臓、尿管、膀胱のどこかにこう働きが悪くなってしまってるところがあるっていう状態ですね。体のね、摂取した水分を腎臓でろ過して、そのろ過された水が膀胱に行って、そこから尿管からこう尿が出るという一連の流れが、はい、どこかにトラブルが起きてるよっていう。そうですね、ですね。で、この赤の色が強ければ強いほど、もしくはおしっこをした時に痛みがある場合はもう中でこう炎症が起きてるとかっていう感じなので、うん、血が混じってる可能性が結構高いですね。なるほど。なので、まあ、腎臓、尿管、膀胱っていうところが重要になってくる。次、はい、今度はですね、茶褐色っていう茶色の方が強いっていう場合は、これ肝臓の状態が良くないんですよね。で、肝臓で、まあ、アルコールだったりとか、脂肪だったりとかっていうのを、まあ、本来こう分解をしていくんですけど、その色がそのまんま出ちゃってるんですよね。分解できなくってそのまんま出てきてる色なので。なるほど、はい。もうじゃあ肝臓の本来の分解能力が弱ってるわけね。そうですね。お酒をたくさん飲む人とかは結構茶褐色の尿が出る方はやっぱ多いですね。あとはやっぱストレス過多じゃない。やっぱ、はい、ね、多機能臓器だから、はい、ストレスをもろに感じる、一番感じちゃうのも肝臓だしね。そうなんですよね。で、最後に透明な尿、うん、透明な尿に関してはコーヒーだったりとか、あとはお茶、ビールとかっていう利尿作用のあるもの、うんうん、はい、を飲んだ後にしばらく透明な尿が出るっていうのは特別問題ないんですよ、うん、ただそういうのを別に飲んでないのに1週間ぐらい透明な尿がずっと出続けるっていうのは、うん、これ糖尿病のサインなんですよ、ね、なるほど。なので透明な尿っていうのは実は一番気をつけた方がいい。うわー、そうですよね、はい、もう血中に糖がこう溢れちゃってるので、うん、で透明な色ってこれ、まあ、要はこう糖の色なんですよね。でその糖がもうそのまま出てきちゃってる
状態なので、うん、もう透明な尿がしばらくずっと続くっていう人に関しては、うん、多分すぐ病院に行った方がいいです。なるほど、はい、じゃあこれを見た人は、はい、なんか別にそんなに私には関係ないなとか俺には関係ないなと思ってる人もいると思うんだよ、はい、でも例えばすっごいお酒が好きだったりだとか、うん、そうすると肝臓に負担かかってたりとか、はい、でめちゃくちゃ糖分を多く摂取したい人とか、はい、いろんなこう人それぞれ生活習慣が、はい、これの予防のためにやっといた方がいいよっていうのもお伝えしたいし、なんで自分には関係ないなんて思わないで、どれかの生活習慣に当てはまってそうだったらぜひ今から紹介するマッサージ方法をご自身でやってほしい。そうですね。じゃあ紹介していきましょう。はい、まずはじゃあ濃い黄色からオレンジぐらいの色の尿が出てしまう人、水分が足りてない人は、はい、小腸の神経でつながっているところをアプローチした方がいいので、足の裏のこの真ん中の部分、土踏まずとそこからこう小指側の方にかけてですね、ここが全て小腸につながる神経のポイントになってくるので、ここをマッサージしていきます、はい、クリームがある人はクリームを少しこうやって塗ってもらうと滑りが良くなってマッサージしやすくなるので、ない人はなくても大丈夫です、はい、でここの足の裏全体のところ、手をグーにしてもらって、ちょうどこの先端の部分ですね、ここを押し当てながらこうやってグーッと上に向かってこうやって流すようにして上げていきます、はい、これを1分間やっていきます。やっていきます。スタート。特にこうやって押し上げていった時にこうブチブチ音がしたりする場合があるんですけど、それはですね老廃物っていうのが溜まってるので、はい、そのブチブチをこうなくすようにぐーっとこうやって圧をかけながら押し上げていきます。水分をしっかりと、まあ、摂取してるのにもかかわらず、なぜかこうちょっとおしっこの色が濃い黄色とかオレンジ色の場合っていうのは、要は小腸の働きがうまくいってないかもしれないよっていう可能性があるじゃないですか、はい、なのでそういう方はこういうところをこう刺激してあげた方がいいですよっていうね。そうですね、はい、結構小腸で水分がやっぱ吸収できてない人は結構多いんですよね。そうですよね、はい、特にあの内臓下垂してる人って結構多いじゃないですか、うん、そのせいで大腸とか小腸の働きが悪くなってしまってる人は多いので、うん、ここはやっぱ結構やった方がいいポイントですね。そうですね、はい、はい、OK です。はい、次はですね、赤褐色だったりとか、あとはおしっこするときに痛みが出てしまう人、うん、っていうのは腎臓、尿管、膀胱の働きが悪かったりとか炎症が出てる場合があるので、それぞれのアプローチをしていきます、はい、まずですね、膀胱が内くるぶしからそのまままっすぐ足の裏の方まで下がっていくのと、足のこの側面の交わったところですね、ここが膀胱の反射区になってきます。で、ここから足の真ん中までたどってもらって、上にグーッと上がっていく、ちょうど中指と人差し指のこの間のラインですね、このラインのところが膀胱から尿管、腎臓っていう位置になってくるので、最初はですね、この膀胱を少し親指で押したまんまこうやってグリグリします。で、少しグリグリしたらそのまんまこう流すようなイメージです。これをまた1分間やっていきます。じゃあいきます。スタート。グリ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 からのブニューンでこう流していくと。 OK。 特にですね、この腎臓、尿管、膀胱の働きが悪くなってる人って、尿の匂いも結構きつくなってることが多いんですよね。なるほど、はい、なんかこう特別な匂いはありますか？アンモニア臭が強いとか。そうですね、アンモニアの匂いが結構濃い感じですね、うん、おしっこの匂いだなって感じですね。あ、そうです、そうです。普通トイレでおしっことかしたりするぐらいの距離感だと、匂いってそんなに分かんない方なんですよね、うんうん、本来だと、うん、でもそれでも匂いが分かっちゃうぐらいアンモニアの濃度が濃いっていうことなので、はい、うん、確かにおしっこの匂いがね、すごい強い時と全然しない時とありますからね、はい、っていうのはここの腎臓、尿管、膀胱のトラブルですね。はい、 OK です。はい、ただですね、今度茶褐色の色が出てしまう人は肝臓の働きが悪くなってしまっているので、まず足の甲をアプローチするんですけど、親指と人差し指の間、ここをまっすぐたどっていくと、ちょうどこの真ん中あたりで骨がぶつかってくるので、その手前ぐらいですね、ここを1分間ぐーっと押していきます。スタート。
これが肝臓の反射区。はい。で肝臓につながる反射区がですねもう1個あるので、この後でさらに2個目やっていきます。はい。一番お悩みとしては多いんではないかなっていう悩みなんじゃないですかね。そうですね。肝臓はねアルコールの分解もそうだけれどもお薬の服用とかなんかでも結構負担かかっている人もいらっしゃるし、そうですね、うん、寝不足とかでも結構ね負担かかりますからね。きます。特に肝臓って沈黙の臓器って言われてるんで、はい、この、ま、異常というか働きが悪くなってることにやっぱ気づきづらいんですよね、うんうん、なのでもし今ここの足の甲の部分を押してて痛い人は基本的に肝臓の働きが悪くなってしまってるので、うん、ここはね入念にやってあげた方がいいですね。 OK です。はい。で今度はですね内くるぶしからちょっと前にたどってもらうとこの辺にこうくぼみがあるんですよ。このくぼんでるポイントをまた親指でグーッと押していきます。はい。これも1分間押していきます。いきます。スタート。特にこっち側の方が痛い人は結構多いと思います。結構入れてますか圧。結構入れてます。僕は大丈夫そうですね。まあ肝臓に負担かけてないですからね。お酒飲まないですからね。そうですよね、はい、僕は多分激痛な気がしますね。確かに。ちょっと押してみますね。ん？意外と平気ですね。あ、平気でした。はい。でもやっぱお酒だけじゃなくってやっぱ脂っこい食事をしたりとか、うん、あとは甘いものを糖分の分解も実は肝臓でやったりもするんで、うん、やっぱ甘いものを取りすぎてるとか、はい、ってなってくると結構肝臓の負担は大きいですね。そうですね、はい、肝臓を休めるっていう観点で、僕は1日1食だったり、はい、食事の量を減らしてるんで内臓がこう休まる時間があるんで、うんうんうんね、だからすごい肝臓に負担かけてる方はね食事の回数を減らすっていうのは僕は結構おすすめなんですけどね。大事ですね。はい、終わりです。はい、以上が内臓別アプローチ方法になるんですけど、はい、人によって僕だったらお酒を飲むし、はい、小島さんだったら甘いものをよく食べます。甘いものをよく食べるしっていう、はい、人それぞれやっぱりね癖がありますから、はい、生きる癖があるので。そうですね。だから自分の生きる癖に合わせてこういうふうに足の裏を押すだけでそこの臓器が少し本当にね動いてくれるっていうのは本当にあるので、はい、ぜひこれをやってちゃんと今のうちから予防しながらそのまま綺麗で健康で美しいものでいてもらいたいじゃないですか。はい。ぜひこれを続けて一緒に健康でいましょう。はい、ぜひやってみてください。このようにアクテラス TV では今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいって思いで動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。プレゼント企画発表します。たくさんのご応募本当にありがとうございます。いや本当にありがとうございます。めちゃめちゃねこんなに来るかってくらい来たんで寝る時間を削ってまで選ばせていただきました。なんで発表しましょう。5名発表させていただきます。はい。1人目、1人目キーキーさん。キーキーさん、キーキーさんは、顔のたるみ総集編をやってくれてこんなに変化が、これ確かに1ヶ月続けたらこうなる思うし、はい、てか続けてくれたことがすごい。いやもうありがとうございます。ありがとうございます。なんで5万円の青のギフト券をお送りします。はい。そして2人目梅原桃さん。おめでとうございます。おめでとうございます。桃さん、はい、いろいろやってくれたんですけど、はい、一番変化が出たのが朝の動的ストレッチ。これはすごいね。もうこんなに変わるかってぐらいと思ってすごいですよね。じゃあ梅原桃さんもお前のアマゾンギフト券をお願いします。はい。次3人目は、3人目、はい、キムキムさん。キムキムさん、キムキムさん、おめでとうございます。おめでとうございます。キムキムさんニベアクリームを使ったほうれい線を消す動画をやっていただいて、うわー嬉しい。ここまで変化が出ました。すごいね、全然違うね。ありがとうございます。ありがとうございます。5万円のアマゾンギフト券をお送りします。はい。じゃあ次4人目、アスカさん。おめでとうございます。おめでとうございます。アスカさんは立ちながら足痩せ、はい、そして寝る前の足痩せ、うん、そして10分足痩せ、トレーニング足痩せ一時期ね、めっちゃ荒らした時あったもんね。はい。これすごいね、内ももが隙間が、隙間すごいね。はい、うん、努力ですね。そうですね。飛鳥さんにもお前のアマゾンに行く時お送りします。最後5人目、
あやさん、納豆フォルマリン伝説さん、わあ、おめでとうございます。ございます。すごい、これすごいね。何やってこんなになったわけ。これはですね、運動しないダイエット法、オートファジーの動画と、あと二重顎の動画2つ出してるんですけど、はい、その2つともやっていただいて、はい、すごいね、これすごい、すごい、人生変わるよな。いやでも本当そうです ね、人生が変わるついでに、それ微量ですけど、お前のアマゾンギフト券を送りさせていただきます。ちょっとこれさ、はい、今後もやりたい。たまにね、はい、的にこんななんかいろんな人の役に立ててるのがこう実感できるから、はい、いやでも本当今回当選されなかった方も本当にすごい変化を、そう、あのね、正直めちゃめちゃ悩んで、はい、本当にもうね、言いたんですよね。いや最後の最後まで本当にね、この人入れたいなっていう人とかもいたんですけど、はい、すいません今回は。なんで次回またやる、その時にまた応募してください、はい、ぜひお願いします、はい、では今回の当選者この5名の方、はい、選ばせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございました。